うわー、おこげもあるよ。まずこのままいいですか、お米。いただきます。もう今までで一番うまい。このおこげがやっぱり後味を一番残してくれる。米立ってるもん。米立ってないこれ。うまっ。実はもう一個用意してるんですよ。あのイワシの炊き込みご飯があるんですよ。ちょっと待って、はい、イワシの缶詰をご飯に入れて水を入れるだけ。え、それ乗せてるだけ。そうそう、乗せてるだけ。せーの。わー、たっぷり極太のイワシと、そのイワシの出汁というか、これタレが米に染み込んでる。はい、いただきます。いただきます。イワシ、めちゃくちゃうまい。何これ何これ。え、イワシ100匹くらい入れた。すごい味濃いよ。めちゃくちゃ美味しい。よかった。これイワシ入れただけ。やばいな、キャンプ。ありがとうございます。やばいよ、アウトドアマン。ありがとうございます。これはやばい。ありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。どんだけ入れてるの。もうお好きに来てください。左右両方だけ切ってもらって、端っこだけ、こっちも、そっちも、うん、分かってる。2人で指さしてもうそれで OK。 OK、 もうそれで大丈夫です。これで、はい、もうそれでいいです、はい。マジでそれで大丈夫です。はい、食べれるの。食べれる食べれる食べれる。マジでの食べれる食べれる。一口サイズ切れへんの。はい。じゃがいもは。じゃがいもはそのままでいきます。このままでの。このままでいいです。え、これどうすんの。もうそのまま入れます。ここにそのまま。はい、これもこのまま入れてんの。そのまま入れてください。はい、ロボットロボット入れます。はい、うおい、これで OK。 ほんまにそのちょっとこう、なん言うてんやん。分からん。ちょっとこうやっていただければいいですか。うん、はい。ああ、そういうことね。ああ、そういうこと。こんな感じでとりあえず置いてもらって、あとは周りにこれお野菜をとりあえず置いておいてもらえれば。こんな豪快すぎへん。これ大丈夫です。ちょっとやりすぎかな。ちょっともう やりすぎ。やりすぎな。これがこれなしで。これぐらいで。切りましょうか。切ろうか。これも切りましょうか。これでいい。あとこれも切るんかい。切るんかい。ちょっと入らなかった、ね。ご飯入ってるやん。で、あとはもう蓋を閉めて、うん、置いていただければ。それでいいの。それで大丈夫です。行きましょう。これで約1時間ぐらい、うん、じっと炊いていただければ。まあ、出来上がり。出来上がりです。すごない。さあ、いよいよできましたね。はい、できました。おそらく。じゃあちょっとオープンしてください。わかりました。お願いします。いい感じ。音聞いて、音めちゃくちゃいいやん、これ。あとはもう豪快に切っていきましょう、うん、行こう。そうです、1枚になって。うわー、もう最高やん。適当に切ってください。うわうわこれ、うわ、オッケー。これもうシンプルにダッチオーブンで焼いただけ。いいですか。いいです。これキャンプ飯いきますよ。皮込みのやついこうか。皮込みのこれでしょ。うわ、いただきます。めちゃくちゃうまい。これや。うまい。めちゃくちゃうまい。フェスティンでプリンできんの。そう。最高やん。ただまだ出来上がりじゃないですよね。まだ出来上がりじゃない。わらちゃん来てからの。これ一応砂糖です。はい。はい、結構敷き詰めた方が自然にいくんで。うん。仕上げになんとこちら。バーナーで。バーナーで炙っちゃいます。あー、すげえ。わー、来た。甘い匂いしてきた。
い匂いしてきた。すごい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 。うわめちゃくちゃいい感じやん。ケイ。イエーイ。これはすごい。すごい。さあ吉原プリン名付けて何ですか。え、和田ちゃんプリン。和田ちゃんプリンです。いやすごいこんな目の前で、はい、キャンプでキャラメリゼされたプリン食べれると思ってなかった。そうそうそう、プリンも食べれると思ってなかったし、さらにこのキャラメリゼがされると思ってなかったもん。え、ちょっと食べてみてもらって。え、この辺にしようかな。おお、見て、うわ、見た見た見た、うわ見てないわけないやん、こんだけ。え、ちょっと待って、うわめっちゃ贅沢やで。うわうわ、ええー、色、ええー、色、ええー、色、ほら色一緒、色一緒やね、この色一緒は関係ない、色一緒はたまたま、色、あー素敵だ。うんうんうん、うまい、うん、ちゃんとプリンになってる、ちゃんとこれすごいな。わーわー、おいしいね。おいしいやろ、おいしいね、絶対おいしいわ、おいしい。プロがおるかよ。うん、うん、めっちゃ美味しい。プリンってさ、まあ売ってるプリンももちろん美味しいけどさ、うん、あの大きさが限られてるやんか。限られてる。なんかほんでこれで出したらみんなで分けなさいみたいな雰囲気出てるけどさ、うん、絶対分けん。分けろや。俺も食べてへんねん。え、そんなちょっとじゃないねん、ガツンといかんと。プリン、俺プリンそのガツンといったことないで、人生で。ガツンといけ、ええの、これでこんなプリン食べてええの。やむな、食べんとき。いや、やめろよ、食べさせてくれや。そんな、そんな遠慮すんやったら、いら、食べんでええよ。食べるよ。いただきます。どう、ええー、とこのプリンやん、これ洋菓子専門店がプリン押してますってってところのプリンやんか。よかった。いや、うまっ。え、なんか俺入れたっけ、なんかうまいの。カレー入れました。ほんまに、え、カレー、カレー入れた。あ、そう、あの片手で調子乗って卵割って卵のカレーできるんです。え、でもいいんちゃう、むしろキャラメリゼやもんね。キャラメリゼといいんちゃう。バリバリか。うまっ、えぇ、ー、うまっ。え、ちょっとやめやわ。なあ、アホな。なんで、いやいや、靴紐に落ちたプリン食べたいわ。もったいないな、思って。じゃあもう靴に塗りさ。なんで靴に塗らなあかんねん、プリン。靴も喜ぶわ。靴も喜ぶわ。いや、インサル取らんで、なんで靴塗らんでええねん。大熊君、俺の靴にプリン塗り込まんでええねん。どうしたんや、これ。これな、うん、プリン取ってこう、穴に。やめろや、なんでプリンをこれ靴のメッシュの穴の部分に入れんねん。何してんねん。どういう顔してんねん、みんな。やめてくれ。まあ、なんかでも言いたいことがあるっていうのはどうでしょう。この前の YouTube で、市川くんが手さってたじゃないですか。はいはい、あれのなんなんがめっちゃ好きです。ありがとうございます。